群中地またく創業原始日五浜公園は愛媛県伊予市にある都市公園である。隣接する五色浜には平家の姫が身を投じて五色の石になったという伝説が残る。一万安港の旧東大五色浜神社彩り浜建てサザエ掘り記念碑五色浜グラウンド五色浜プールがある。隣には五色姫美美海浜公園がある。 石像の旧東大。百六十九年に、群中港の防波堤の修築に合わせて、従来の木造であったものが、石像に改築され、さらに九百十一年には、現在地に移転された、伊予し指定文化財。五色浜神社かつての住吉宮を八百七十一年に、仙宮市、住吉神社に、改称。同じく、菅原道真を祭る天神社に講師し、 1909年に五色浜神社となる。当時は五歳浜神社と表記した。あや浜立松山市の道後温泉の本館建築に合わせて1894年に建てられた洋風建築様式を取り入れた集会場。現在の建物は1989年に外観を保ったまま改築されものである。日露戦争時には松山に収容された ロシア人捕虜将校を接待した。1909年には伊藤博文が来館した。裏庭には一万安港の潮の看板を知るための施設として江戸時代に作られたサザエ掘りがある。ありがとうございます。